背中と腕のトレーニングを紹介していきます。その前にチャンネル登録お願いします。はい、ということで懸垂をやるわけですね。懸垂まで斜め懸垂と腕を使った懸垂を紹介したんですけど、それとはちょっとまた変わったやり方をします。まず逆手ですね。逆手で懸垂をします。さらに逆手だと幅は出せないので少し狭く持ちます。で、この状態ですね。で、動作がこうです。はい、こんな感じですね。で、この動作を行うことでまず、背中ですね。懸垂なので背中を鍛えられることと、この時とは違ってこの形なのでより腕も鍛えることができます。で、やっぱりこう腕の差し合いだとかちょっとこう相手をグッと押さえる力とか腕の力も大事なので、腕もしっかり鍛えていきましょう。ということで、バタバタグッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。